五年代古墳は、広島県三原市本郷町南方にある古墳。形状は、円墳と推定される。国の史跡に指定されている。広島県東部、沼田川支流のお原川の左岸丘陵斜面に、山寄せの形で築造された古墳である。1895年に古墳として発見されている。墳形は、円形と推定されるが、規模は明らかでない。 主体部の埋葬施設は横穴式石室で南方向に開口する。加工岩の霧石による整備が石室で、原質はマジ切り石で前後2室に分けられた複室構造であり、前室、後室のそれぞれに加工岩製のくり抜き式形石管が据えられる。副葬品としては金管、バグ、装飾不正器などがある。 この5年代古墳は古墳時代終末期の7世紀中央頃の築造と推定される。機内型古墳であるとともに、全国的にも数の少ない複質構造の一石室に石管の古墳である点で注目され、沼田地方の市長墓として当時の政治情勢を考察する上で重要視される古墳になる。古墳域は1933年に国の史跡に指定されている。 なお、周辺では、梅木平古墳、正丸古墳群などの古墳のほか、白宝紀寺院の横見廃寺跡が残り、当地の豪族と機内大和王県との関係が指摘される。石室全室、皇室主体部の埋葬施設としては、横穴式石室が構築されており、南方に開港する。皇室、全室、沿道からなる複室構造の石室である。 石室の規模は次の通り。石室は、花崗岩の霧石による整備なもので、前室等壁と、後室性壁を除く、各壁面、天井には一枚石が用いられる。また、前室、後室の間仕切りに霧石を用い、ここを前面の内側周辺には板戸をはめ込む段を、設ける。沿道には側壁に、角二枚の巨石が用いられ、福石は奥一枚のみが残る。 皇室、全室内には、それぞれ花崗岩製のくり抜き式形石棺一基が据えられる。いずれも縄掛け突起を伴わない、新しい時期のものである。皇室棺は、長さ2.46メートル、幅1.07メートル、高さ1.38メートルを測り、全室棺よりもやや細長い形状である。なお、小原川流域における周辺の古墳ではいずれも、家形石棺に、 兵庫県の達山医師が用いられており、本古墳はそれらと様相を隠する点が注意される。石室から出土した副葬品としては耳は、バグ、末液がある。現在ではこれらの出土品は東京国立博物館で保管されている。ありがとうございます。